ロニー、どうしたんだ、ぼーっとして。先輩の記憶のため、負傷ながらこのロニエ、先輩との思い出についてお話しさせていただきます。ああ、うん、張り切ってくれるのはありがたいけど、あんまり緊張しすぎないでくれよ。お気遣いありがとうございます。でも先輩のために頑張らないとですから。それでは早速記憶の確認をしましょう。当時の出来事を言うので覚えてるかどうか教えてください。ああ、わかった、よろしく頼むよ。お任せください。それで最初は先輩はいつも蜂蜜パイをご馳走してくださいましたね。とっても美味しかったです。ああ、あれはうまかったな。羽地家庭のは絶品だよ。ご存知の通り、初等練士は安息日以外の外出はできませんから、平日に買ってきてくださるのが本当に嬉しかったんですよ。俺が初等練士の時に散々思ったのさ、平日でもパイやら肉まんやらを食べたいってな。だからせっかくの機会だと思って、まあ自分が食べたかったのもあるんだけど。やっぱり先輩は優しいです。パイを2つご馳走してくださることもありましたし。あの時は他の買い物が安く済んだんだっけ、だからってことで多めに買った。そうだよな。合ってますよ、大丈夫です。それに一人に三つ買ってくださることもありました。ああ、そんなこともあったな。珍しく友情が許してくれてな。それから先輩はいつも寮に戻ってから食べるよう気遣ってくださいました。初等練士寮の門限は厳しいからな。まあ俺が言えたことじゃないのかもしれないけど。あと寮で食べるのに私たち二人だけだと気まずいだろうって、同じ部屋のみんなの分まで持たせてくださいましたし、同室の子たちからも好評で何度もそば好きを変わってほしいって言われました。そんなことになってたのか、それは少し悪かったかな。それからあとはなあロニエ、ちょっと気になったんだけど。何か問題でもありましたか。まさか記憶が不明瞭なところが。いや、そうじゃなくて、その俺との思い出って蜂蜜パイだけだったりするのか。ずっとその話しかしないから不安になってきたというか。いえ、そういうわけではないんですが、この状況で緊張してしまって頭が真っ白に。それで蜂蜜パイの話しかできなくなってたのか。本当にすみません、キリト先輩。お役に立てないどころか先輩に不安まで抱かせてしまうなんて、そば好き失格です。いや、仕方がないよ、俺全然気にしてないし、緊張するのも無理はないし、むしろロニエに喜んでもらえてたって分かってよかったよ、キリト先輩。だから一旦落ち着こうぜ、少しの間何も話さないでさ。はい、わかりました、お心遣い感謝します。よし、無理に何か言わなくて大丈夫だからな、落ち着いてきたら言ってくれ。はい。ロニエ、大丈夫か、なんか顔真っ赤だぞ。先輩ごめんなさい、私もうダメです。こんなに先輩の顔が近くにあって、しかも喋らずに見つめ続けるなんて耐えられません。逆効果だったのか。ごめんなロニエ、気まずい思いをさせちゃって。いえ、気まずいけど嬉しいというか、あ、いや、それはともかくですね、このままだとどうしようもないので何か別の手を考えてみます。そうか、だったらまた後日でもいいんだぞ。いえ、確認はまだ不十分ですから。そうだ、あの
目を閉じてお話ししてみてもいいですか？目を？はい。お顔を見なければ緊張が少し紛れるかもしれないと思って。なるほど、明暗だなロニー。よし、そうしてみよう。ありがとうございます。では失礼しますね。何か話せそうか？はい、あの先輩はいつも優しかったです。稽古になかなかついていけない私を指導してくださる時も、安息日に野遊びに行った時も、他にも何か困っている時はいつも必ず助けてくださいましたから。そうか、ロニエを助けられていたのならよかったよ。こういうの苦手だから。キリト先輩にも苦手なことってあるんですね。そりゃもうたくさんな。少し落ち着いてきました。まだちょっと恥ずかしいですけど、もう平気です。そうか、落ち着いてくれたみたいでよかったよ。今度は肉まんの話しかしないなんてことになったら困るからな。もうからかわないでください。キリト先輩の力になれるように、私これからも精一杯頑張りますね。あ、悪いけどまた付き合ってくれロニエ。どうしたんだよ、笑ったりして。俺の顔に何かついてるのか？いえ、先輩の顔には何もついてないんです。そうではなくて、こうして先輩の近くにいることがなんだか不思議に思えてしまって。不思議？はい、実を言うと、私が初めて先輩にお会いした時は多少の近寄りがたさを感じていました。あ、もちろんすぐに優しい方だって分かりましたし、今では怖いだなんてかけらも思っていませんから。そんなに必死に否定しなくて大丈夫だよロニエ。最初はあまり話さなかったしな、怖がられるのも無理はないと自分でも思ってるからさ。いえ、そんなことは。でも先輩が初稽古をつけてくださった時に、先輩のお人柄が分かりましたから。そうか、ロニエが俺に慣れてくれて助かったよ。はい、それから徐々に先輩といろんなことを話すようになって、課外授業に一緒に連れて行っていただいたりして、今ではこんなに先輩の近くにいるということが不思議で、何より嬉しくてたまらないんです。嬉しい？はい。けど俺はなんというか、破天荒でいつも好き勝手に行動してたし、先輩としてはロニエを困らせてばかりのやつじゃなかったか？確かに困るというか驚くことはたくさんありましたね。やっぱり驚かせちゃったのかロニエ。すまん。先輩の破天荒な行動を見て驚くのがだんだん楽しみに変わっていきましたから。それはそれで複雑だな。先輩は本当に型破りで、いつも私を驚かせてくださいました。例えば課外授業の時に大きなイノシシを討伐した後、そのイノシシを食べようと言い出した時とか。それはあんまりにも丸々と太ってたもんだから、つい友情と旅してた頃は獣を飼って食料にしてたからさ。今になって考えればロニエは貴族だから、狩りで獲れた獣を食べる習慣がなくて当然だよな。そんなの貴族じゃなくてもなかなかありませんよ。他にも門限ギリギリまで外に出かけていたり、理由をつけて安息日に稽古をしようとしたり、先輩はいつも学院則スレスレで生活しておられましたから、毎日驚かされましたよ。そうだったのか。あ、いや、そうだよな。こんな先輩でごめんなロニエ。謝らないでください。私はそんなキリト先輩が好きなんですから。な、それってどういう。あ、何考えてるんですか先輩。学院の先輩としてですよ、もちろん。
だよな、わかってるよ。変なこと考えてごめん。はあ、全然わかってないです。ロニー、何か言ったか？いえ、何も。気にしないでください。そうか。そうです。ああ、まあいいか。とにかく俺はそば好きがロニエだったことが嬉しいんだ。こんな俺の無茶にも付き合ってくれて。ロニエは真面目で優しい大切な後輩だよ。そんな、私なんかまだまだですよ。私の方こそ先輩のそば好きになれて本当に嬉しいんです。だからこれからもお供させてくださいね、キリト先輩。最近は俺の記憶の確認によく付き合ってくれたからな。疲れが溜まってるのか、気持ちよさそうに寝てるな。いや、いや。ロニー、どうしたんだ？大丈夫か？いや、やめて、やめて。起きたか、ロニー？ずいぶんうなされてたけど、何があったんだ？大丈夫ですから。いや、涙だってにじんでるし、かなり辛そうじゃないか。ロニエのことが心配なんだ。指導生として力にもなりたい。だから些細なことでも構わない。教えてくれ。ロニエが少しでも辛いなら助けたいんだ。先輩、一つ聞いてもいいですか？思ってもいない人に体を怪我されてしまった女の子は、人に愛される資格なんてもうありませんよね。ロニエ、そうか。ロニエはライオスたちの事件を夢に見てあんなにうなされてたのか。何を言ってるんだ。ロニエは怪我されてなんかいないよ。確かに先輩たちが守ってくれたおかげで私たちは純潔を守ることができました。本当に先輩たちには感謝しています。けど感謝よりも罪悪感の方が大きいんです。罪悪感だなんて、そんなのロニエが感じる必要はない。二人とも正しいことをした。悪いことなんてしてないんだから。いえ、そんなことありません。私たちの愚かさが先輩たちを罪人にしてしまったんです。それに純潔を守れたとはいえ、自分の愚かさゆえに襲われてしまったという事実は消せません。その証拠にどんなに忘れたいと願っても、夜ごとに何度も思い出してはうなされて泣いてしまうんです。私はもう事件以前の自分とは違うものになってしまった。犯した罪で汚れてしまったんです。違うよ、ロニエ。俺たちが奴らを切ったのは決してロニエたちのせいじゃない。自分が許せないものを切っただけなんだ。だから剣を振り上げたことは後悔していない。悔やんでるのは二人を守りきれなかったことだけだ。キリト先輩、ロニエに罪はないし、その体も誇りだって何一つ汚されていないんだ。けれどもしそうだとしても、あの日の出来事は消えません。それなら私の体は汚されたのと変わらないじゃないですか。辛い記憶が消えないっていうのは正しいよ。俺にも決して消せない辛い記憶がある。でもだからといってロニエたちが汚れたわけじゃない。だってロニエは何も変わっていないんだから。そんなことありません。私はロニエは友達を助けるために勇気を出した。それができる真面目で優しくてまっすぐな女の子なんだ。汚れなんてあるわけない。ロニエは変わらずそば好きとして俺を支えてくれてるんだから。それでも私はまだあの日に苦しめられているんです。消せないならどうしたらいいんですか？
辛い時は誰かに頼ればいいんだ。一人で抱え込む必要なんて全くない。誰かに頼る。俺にはロニエの記憶も消すことはできない。けどそばにいること、辛い時に支えることはできるんだ。俺はそうしたいと思ってる。ロニエにとってそれは迷惑かな。迷惑だなんて、そんな。それなら俺を頼ってくれ。先輩は後輩を助けるものなんだからな。先輩、ありがとうございます。キリト先輩、先輩がいてくださればきっと乗り越えられると思います。だからこれからも先輩のそばにいさせてくださいね。ああ、もちろんだよロニエ。なんだか今日は冷えますね。先輩は寒くないですか？なあ、大丈夫。やっぱり寒いじゃないですか。もう風邪でもひいたら大変ですから、毛布かけてください。はい、ちゃんと首まで毛布がかぶって隙間がないようにしましょう。ありがとう。なんだかロニエってお母さんみたいだな。そうですか。なあ、さっき毛布をかけて、おまけに毛布に隙間ができないように優しく叩いてくれただろ。なんだか俺の母さんも昔そんな風にしてくれたなって思い出してさ。お母さんなんて、なんだか恥ずかしいですね。恥ずかしがることなんてないと思うけど。ロニエって子供の扱いに慣れてたりするのか？そうですね。もしかしたら弟をこうして寝かしつけてあげてたので、その時の名残かもしれません。へえ、ロニエには弟がいるのか。どんな子なんだ？やんちゃで手のかかる子です。でも可愛いんですよ。そうなんだ。いつか会ってみたいな。ぜひそうしてあげてください。剣術を見せてあげたら喜ぶと思います。おう、任せてくれ。それはそうと、なあロニエ、俺って弟みたいかな？いえ、そんなことないです。先輩は先輩なので。さっきのは体が冷えちゃダメだと思っただけですよ。さすがに先輩と弟は重ならないですよ。でもお世話を焼きたくなるって意味では近いかもしれないですね。確かにロニエは学院時代から今でもいろいろと身の回りの世話をしてくれるよな。ご迷惑でしたか？いや、そんなことないさ。むしろ助かってるよ。喜んでいただけているならよかったです。これからも精一杯お世話させていただきますね。なあ、よろしく頼む。あ、この辺りちゃんと毛布がかかっていませんでした。ちょっと待ってくださいね。少し上にかぶさりますけど、お気になさらないでください。それでは失礼します。ロニエの体温が。いや、それより、あのロニエ、いろいろとそのまずい気がするんだけど。え、まずいって何が？胸が当たって。で、その、なんかごめん。いえ、大丈夫です。当たっちゃったのは私のせいですから。お世話の焼きすぎは良くないのかもしれません。それではキリト先輩、本日も記憶の確認を。ロニエ、もしかして眠いのか？いえ、お恥ずかしいところをお見せしてしまってすみません。私は大丈夫ですので。いや、疲れてるんだろ。今日の討伐は大変だったからな。疲れたなんて言っていられません。先輩の記憶のことだって大切な仕事ですから。これまでだっていろんな話をしてくれたじゃないか。もう十分確認できたよ。ロニエのおかげで俺のロニエに関する記憶には抜けがないって分かったんだ。だから無理をする必要はないよ。でも、
それに俺と話したせいでロニエが休めなくなるんならその方が心配だ。だから今はまず休もうぜ。そうですか。それではお言葉に甘えて失礼します。あ、おやすみ。とはいえ俺も疲れたな。一緒に休むか。どれくらい寝てたんだろう。ロニエはもう起きてるのか。それにしてもなんだか胸が重いような。ロニ、え、ロニエの頭が乗ってる。やっぱり相当疲れてるんだろうな。ロニエの寝相が乱れてるのもそのせいか。さて、もう一眠り。先輩。おはよう、ロニエ。ごめん、起こしちゃったかな。おはようございます。すみません、先輩。そんなに謝らなくてもいいよ。まだ寝ててもいいんだぞ。いえ、このようなことをしてしまって。ロニエにはいつもお世話になってばっかりだからさ、たまには俺にも支えさせてくれ。それなら少しだけわがままを言ってもいいですか。なあ、遠慮しなくていいからな。ではお言葉に甘えて、もう少しこのままでいさせてください。これはその決して変なことを考えているわけではなく、今日は冷えるのでこうしているととても暖かくて、それに先輩のそばにいるととても安心するんです。もちろんいいよ、ロニエ。俺で暖かくなってくれ。ありがとうございます、キリタ先輩。